はい、えー。冒険家の皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、っと、あのー、この記者会見風の、えー、画像作成ツールをご紹介しています。えー、もうやる、あのーえーつあのー、実際これがどういうものかっていうのは、この僕のブログの記事を見ていただくいいんですけど、えー、っとですね、はい。一つ、あのー、あれですね、あのー、この、えー、ちょっと待ってくださいね。 この、ここからのコピーの方法を一つだけご紹介します。えー、今、ここに見えるでしょうか。えー、ですね。今、ここから、えー、新しいタブで開く。じゃなくて、もう、ここから直接リンク開いちゃいましょうね。はい。ここからリンクを今開いたところですね。そうすると、えー、こういうふうにですね、え、コピードキュメントというのが出てきますから、このメイクアコピー、え、日本語だとコピーを作成だと思いますので、え、これを、えー、開いてみてください。 で、そうするともうこういうふうにですね、えーまあ、今 JFND っていう言葉が入っていますけど、えー、これは何でもいいんですね。で、すべてがこの A1 のセル、えー、ここですね。ここを参照しているので、ここ、まあ、今 JFND になっていますから、これを例えば鼻筋とか、あ、違えち違ってた。えー、鼻筋とかですね、えー。そういうふうにすると、えー、他のところも全部、えー、一斉に置き換わる感じになります。で、えっ、ー、と、 Windows キーの方、Windows をお使いの方は、えーと、Windows キーを押しながらキーボードの、えー、プリントスクリーンですね、PRTSC っていうそのを押すと、えー、画面が保存されますので、それを、あの、Zoom、えー、のあの背景などに使うとよろしいのではないかと思います。はい。以上です。失礼します。